熊川でございます。本日は2021年6月19日、土曜日でございます。今昼間の3時ぐらいなんですよ。朝9時ぐらいから飲んでてベロベロになっております。ケイクマガでございます。おはようございます。皆様週末、いかがお過ごしでしょうか。ケイクマガはイズラディオ第30回ですね。記念すべき第30回でございます。まずはそのね、かかる新型コロナウイルス感染症云々で、本来であれば今日この日にね、行われるはずだった、岡村ボタンさん主催のイベント、6.19 14th、14年目を迎えますライブイベント6.19というものが、本日開催予定だったんですが、かかる緊急事態宣言のね、なんでしょうね、解除されてなんかまん延防止なんちゃらになるってみたいな報道もありますが、期間中ということで延期になりましたね。そのね、主催の、シンガーソングライターの岡村ボタンさんにおかれましては、本日ですね、YouTube 岡村ボタンさんの YouTube チャンネルの方で、夕方と告知がありますので、ちょっと、岡村さんの告知のツイッターをここで読み上げたいと思います。これは昨日ツイートされたものですね。明日夕刻に動画公開しますのでよろしければと、明日、今日のことですね、福岡大空襲の日でもそれだけじゃないと、浜松空襲、静岡大空襲も行われた日なんですね。合わせて4000人もの命が奪われた夜です。1945年にですね、いわゆる第二次世界大戦中、日本はこの日、爆撃を受けまして、街に爆撃機が来て爆弾が落ちるということはですよ、もちろん兵士ではないね、当時の俺の子供、当時の俺の好きな人たち、当時の俺のかみさんが亡くなった日なんですね。お時間ある方はね、岡村ボタンさんの YouTube チャンネル、概要欄の方にリンクを、貼っておりますので、伴ってですね、いろいろ今日この日っていうものがどういう一日だったのか、思いをそれぞれ自由に馳せていただく、持っていただく、その機会たり得ればというところで同情しまして、そのね、岡村さんの企画ライブイベント 6.19 というものに、俺も参加する予定だったんでね、ので、よろしかったら、ご覧ください。ツイッターの方でもね、岡村ボタンさんのツイッターアカウントから告知がなされてますので、ぜひぜひチェックをよろしくお願いいたします。ケイ熊川でございます。俺自身は何かやろうかなとは思ったんですけど、なんでしょうね、中止ではなくて延期なので、はい、そうですね、何でしょう、なんもないっす、すいません。そうですね、かかる 6.19 というものが予定にあった、
メンツでね、お店で、またできる日が来たらですね、その時一生懸命やりたいと思います。あざす。緊張っすね。それでね、今日のライブが延期となりまして、ね、先週ちょっとね、自身のライブの準備やらあって、先週はそうだ、ラジオお休みいただきまして、ありがとうございましたね。うん、銀河系あのファンの方たくさんの、うん、60億を超える、そうですね、先週はそれで八幡のデルソルにライブに行きまして、高橋ブランクトン主催のライブイベント、徘徊のすすめというライブイベントに出演してきました。そう、それでね、そこでそのね、ライブのね前の日だね、土曜日も休みだったんで、家でギター弾きながらこう支度をしてて、ああデルソルだからエレクトリックギターを持っていこうみたいなことを考えながらね、エレクトリックギターを家で弾いていて、うん、でね、いろいろ最近考えてたら、そう、その土曜日に曲ができそうだったんですね。うん、で、できそうっていうか、ちゃうな、その時は作ろうと思って曲を。うん。で、そっから1時間ぐらいでバーッとこうコード進行を決めて、言葉がすぐ出てきて、なんて言うんでしょうね。あのね、これ、順序がおかしい。I love you という新しい歌ができたんですよ。それで土曜日にね。で、そこからちょっと歌詞を詰めて、日曜日のそのライブ、先週のね、日曜日の朝までかかって詞を詰めて、うん。で、ああ、朝できたと思って、ああ、じゃあ今日これ今夜やろうと思って、この間先週のライブ、徘徊のすすめでその新曲をやってきたんですよ。 I love you っていう曲ができました。ケイクマガワの I love you という曲ができました。この曲がね、何でしょう、あれですね、今年ケイクマガワ活動10周年の記念イヤーでございまして、で、うん、そういう歌を作りたいと思ったんですね。うん、なので、何でしょうね。狙いがあって作る曲って、ちょっと寒いじゃないですか。うん、なんですけど、まあそこはね、ずっと自分の中にあるものしか出てこないですからね。で、そう、うん、まあ I love you という曲を、その時ね、ライブの日にもね、ステージで話したんですけどね、うん、あるじゃないですか、シンガーソングライターあるあるですよね。 I love you っていうタイトルの曲をお前書けんのか問題ですね。それを書いたっていう、話なんですけど、I love you という曲を書いて、これをね、おそらく今後、あの音源をね、作ろうと思っていて、うん、それの音源に入るんじゃないかなと今思っているんですよね。っていうのが、その活動10周年記念イヤーに、まあ合わせてね、そうそう、だから、言っても2020年昨年末にプライベートカーセックスっていう音源を作ってから、今年1枚も音源を作ってないですからね。で、作ってないまま今1年の半分が過ぎようと、しておりますね。うん、で、このこと自身はね、なんかちゃんとやっててこうなんだから、焦りとかは何もないんですけど、
うん、できる時にはできるからさ、うん、だからこう作る、なんだろうな、イメージ、具体的なイメージが自分の中で見えてきたらそれを作ろうっていう話なんで、もともとダークパーティーっていう名前で出そうと思ってた音源のことはなんかこうね、うん、多分あれを作るために必要な俺とか、世界とか宇宙とかあなたたちとかの動きがあってそうなるんだろうというんで、こう作んなきゃって思ってないんですよね、あんまり、うん、なんで作りたいものを作んなきゃと思ったものを作ろうと思っている中の一つに、10周年記念なんで単純に10周年を記念するシングルか音源かみたいなものを作りたいと思っていて、その中に入る曲、うん、になりますね。 I love you、 おそらくこれを一番最初に今年は作るんじゃないかな。少し前もね、ラウドラウドレインボーに出演した際に、書き下ろした、N マイナーヘブンスというふうに、読んでいる、新しい新曲、うん、もあって、それの音源を作るみたいなことは、これは少し先に、おそらくこれだってダークパーティーだったものにおそらく入ってしかるべきだと、うん、思っているので、とりあえずね、お祝い、10周年のお祝いにやりたいことがいくつかあって、何の話してんだこれ、そうですね、10周年記念版を1枚作りたいと、うん、でおそらくこれは悪魔とシンガーソングライターっていう曲があって、自作曲がありましてね、うん、その曲なんかと一緒になる。でこの辺りがね、いわゆるなんだろうね、その俺がやってることって偉そうですいませんけど、俺がやってる音曲、うん、でいくつかのこう種類があると自分では思っているんですよ、うん、いわゆる日本語のロックンロールのようなもの、日本語のロックのようなもの、という部分と全く違うもの、この話はすごく長くなるので、うん、はい、いいっす、すいません、うん、まあその日本語のロックンロールという部分でまとめた何らかの音源、シングルになるのかミニアルバムになるのかちょっとまだ分かりませんけど、それを作ると思います、これから。それに、この間作った I love you であったり、悪魔とシンガーソングライターっていうタイトルの自作曲が収録されるもの、うん、を作ります、うん、はい、いやー、なんだろうね、このところね、今日ここまで喋っててお分かりの通り、あんまり調子は良くなくて調子良くないんですけど、うん、まあなんとかなんとか、そうですね、うん、そうね、変な回路ができるとダメなんですよね、うん、このラジオも含めてそうなんですよ、うん、ラジオとかライブとかっていうところで、こうね、うん、コミュニケーションがに何かの回路が見つかったように俺が錯覚するとあんま良くないみたいですね。だからその辺ちょっと、これは俺の個人的な問題ですけどね、気をつけながらダラダラやりたいと思います。うん、基本的に知ったこっちゃねえと思いながらやるべきなんだなと、自己反省しております。お便りをご紹介いたします。
うん、毎週恒例でございますね。ルース・チティール・ロッカーズさんからご質問をいただいております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう本当に。すいません、本当に。子供の頃、何になりたかったですか？かっこ、プロ野球選手と漫画家は除くって書いてあります。この手のものがね、ルース・チティール・ロッカーズさん、この手のものが多い、この間もさ、なんだっけ、得意料理でカレーは除くってありましたよね。カレー除かれちゃうとね、っていうのと同じなんですけど、今回もそうだけどさ、漫画家、ねえ、男の子たるものをガキの自分には漫画家になりたいと誰しも思うでしょうよ。漫画家になりたかったですね、ガキの頃は。ダメ。そうっすね。漫画家覗くということになると、当時、もうこれ実直に本当のこと答えちゃうと、当時ですね、生前親父がいましてね、当たり前だけど、親父がいて、うちは父親っていうか家業がいわゆる焼き物屋さん窯元ですね。田舎が唐津なので、唐津焼きっていう有名なね、焼き物がありますけどね、その窯元だったんですよ、生家が。なので幼いガキの自分にはなんとなくね、ぼんやりそういうものを日々周りで目にしますからね、親父が作ってんのをね。なんでなんとなくぼんやり、まあね、親に誘導されてっていうのもあったのかもしれんけどね、陶芸家になるものだと、ぼんやりずっと思ってましたね。そうですね。ねえ、まあそう、他は本当、漫画家は本当に俺になりたくて、画材屋さんにこうね、買いに行ってましたよね、いろいろ漫画を描く道具、ペンとかね、あるあるですよね、ガキの自分にさ、練習をしてましたね。ね、Gペンっていうものはこうやって使うんだって、ね、ああいうものも今考えればなんかね、町の大きな画材屋さん、田舎町ですけどね、町まで出ないと画材屋さんがないんで、そこまでバスで行って、友達とね、小学生の頃、行ってましたね、画材屋さんに行くといい匂いがするんですよね、画材屋さんってさ。で、いろいろ見たこともない画材がたくさんね、あるじゃないですか。その中から漫画を描くためのね、こう、ペン先とか、ね、で、ペンもいろいろ、ね、俺がガキの自分にはですよ、ね、Gペン、ペン先がさ、Gペンとかカブラペンとかさ、で、丸ペンとかになってくるとまたね、細いから軸も別に買わなくちゃいけない。インクを買ってね、当時カラス口なんてありましたね、直線を引くための道具が。懐かしいですね。そうですね、子供の頃はそんな感じですね。陶芸をやるのか漫画を描くのか、絵描きさんになるのか。絵描きさんになるって言ったって、絵描きさんがどうやって生計を立てているかなんて知らないですからね。ありましたね。そうですね、音楽を始める前の話ですね。ねえ、あの頃から30年以上経って、今俺は何をしているんだろうと、
うんね、ガキがいるとそういうことを考えますね。俺は何をやってるんだろうと思いながら、日々楽しく、過ごしています。ケイ熊川で、ございます。いやそうですね、本日はこの辺で、失礼しますよ本当に、いろいろね、いろいろあるですよ思ってることはね。いやいや、またね、もうちょっとメンタルが良くなったらいろいろ、やります。よろしくお願いします。まあ、しばらく、しばらくのんびりやります。あざす、皆様もお元気で、あざす。そうそう、今回、サムネイル画像にもなっている、そう、缶バッジができたっすよね。ケイ熊川 is radio の缶バッジができました。これはノベルティとして発注して作ったものでございまして、この YouTube でやってるケイ熊川 is radio っていうラジオに、このようにね、質問であったり、ご意見であったり、ご相談であったり、なんでしょう、ただ話すだけでもいいんですけどね、そのようなものを募集しておりまして、で採用いただいた方の中からね、まあ、ご希望の方にはこのバッジを、差し上げたいというんで作ったものですね、この画像は。のでよろしくお願いいたします。そうす、作ったっす。よろしくお願いいたします。あれだね、概要欄の方にね、ケイ熊川 is z.com、俺のサイト、ウェブサイトの方にね、その質問をお送りいただくためのフォーム、投稿フォームというものを設置しておりまして、そのリンクも、概要欄の方に貼っておりますので、皆様犬にでも噛まれたと思ってよろしくお願いいたします。ね、いろいろ大変で、ございます、大変でございますって、まあいいかあざす。グダグダ、みんなグダグダだよ、ふざけんだよ。